今日はこんな装備ですよ。入れるかね。誰かおるかな。あれ、すごいわ。ここはだいぶ広くなった。すごいね、やっぱりこれすごいでございます。高っ。天井4メートル以上あるかね。いやー、すごいすごい。初めて全角来た時はね、いっぱいやったけど、ちょっとね、ちゃんと見れなかった。おお、なんぼなんだ。1個、2個、3個やね。右の方は、うわー、右の方もすごいね、やっぱり。これはやっぱ大きいわ。石棺がよう残ってるもんね。石棺の中、まあなんもないけどね。まあね、初めて来たんやけどね、初めて一人で入ったんやけど、すごいよ、やっぱり。いやー、これはすごい。すごいことだよね。3号墳やったかね、これ、こっちが。これは結構大きな、どうなんだろうね。これも大きいね、思ったより。ほら、結構大きいんですよ。ほら。1段2段3段、高さがどれぐらいあるかね。3メーターなしぐらいか。3メーターないぐらいかな。1段2段3段4段かい。あら、これ倒れたのか。いいね。ポキッといってるかな。ポキッと、これすごいことになってるね。これこう壊して戻ろうかね。これ、そう、いやー、いつ倒れたんやろか。これ見た感じまだ倒れて間もないぞ。これふらはしのため息でございます。ずいぶん水入ってるね。前回2回ほど来てんだけど、もうそこが見えるぐらいね、水少なかったね。あ、いつやったっけ、去年の夏ぐらいやったかね。ものすごく少なかったんやけど、久しぶりでございます、こんな水がね、いっぱいなのは。うわ、よくおるやんか。すごい風や。はい、こういう見とるわけじゃない、こういう、はい、ここでの、これ、はい、これ、はい、失礼します。中マスってあるんだよね。すごいですね、作りが。はい、失礼します。ここはライトいりませんからね、きれいに。あ、ライトはつくんかね、つかないか。見てください、これ、すごいよ。一枚多いからね、天皇陵と同じの作りでございますね。あ、中はね、1、2、3、4段かね。4段やね。すごいでしょ。コンクリートブロックで作ったぐらい綺麗やね。
で、部屋1枚分でございますからね。高さが2メーター四方以上ありますかね。素晴らしいね。はい、失礼します。これで、ね、前は小さかったんだけど、ものすごく大きいのとね、小さいの一番端にね、ちょろっと置いてあっただけだったんだけど、あらあら、ね、これは皇族の方やないっていうようなこと言われたんだけどね、まあいずれにしても政権内にいないとこんなこと作ったらね、怒られますわ。何やってんねん言ってね。すごいね、上もね1枚2枚かね。これはね、一回見るだけのね、価値があります。すごいんでございます。正月はね、賑わうんで大変らしいですけど、十二面観音さんでございます。ちょっと中まで見えないか、ちょっと見えませんかね。上は見えないか。一応ね、これで見ると両袖でございますけど、大きい使ってませんね。それから江戸が見えるはずだけどね、江戸の花壇がどうなんでしょうかね。これが両方に2023年石垣豊かな、これやってくれてるの。毎年ね、12月から1月ぐらいの間ね、江戸花壇でございますね。ここはね、生命堂でございます。生命堂ね、はい、見てみましょうか。平安時代のね、御苗子の阿弥陀生命をね、祀ってあります。高座所は行くとこ行くこといらっしゃるからね。明神と読んだろうか、わからんな。力生きるか。これが古墳。古墳か、長墳か。はい、なんかちょっと入ってみましょうかね。入り口が1メーターちょっとあるないかぐらいか。ちょっとかかんで。はい。すごいんでございます。どうやって入れたんかね、みんな言うとるけど、あら真っ暗ですか、なんだろ、真っ暗で2メートルぐらいありそうよね。あら、せっかくなんか見えない、残念。ああ、これ予定なかったんでね、これ予定なかったんでね。いやー、すごい時間が。ここに正月で、祭ってあったんだけどね。天井石どうなってんだ。ああ、1枚、2枚か。1枚もんか、わからんな。これはすごいね、この子ね、これがね。どうやって入れたんだろう、せっかくね。やっぱり、最初、石棺入れてから盛りましたか、土を。あ、だだだ。はい、すごいすごい。はい、行こう。大井渓谷に行ってみましょうか。出ますからね。あれ、見てないか。
あれ何もわからんがね。あ、こっちか。これで見ると現在地、石筆、形分からへんねんな。あら、これは見られんわ。残念。見れるかね。見れますか。あれ、2機なかったっけ。1機しか見えんがない。1機は分かんない。もう1機はどこや。全然目視で分からない。真っ暗で。こうやっても見えんだね。